皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回も滝沢勝成の手癖ということで、なんかこうちらっとギターを弾くときに使えそうな小ネタフレーズみたいなのを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ちょっくら趣向を変えて、ハーモニクスをたくさん使うフレーズを作ってみました。よかったら参考にしてみてくださいませ。こんなフレーズです。こんな感じの人工ハーモニクスというテクニックをめっちゃ使ったようなフレーズでございます。まあ、こんな感じでハーモニクスでよく僕は遊ぶんですけれども、それをちょっとこうフレーズっぽくしてみました。で、今回、何気にこれ、運指がややこしいんで、こんな感じで楽譜といいますか、プリントといいますか、まあ、その参考資料を用意させていただきましたので、まあ、よかったらこちらも参考にしていただければなという感じでございます。とりあえず、この人工ハーモニクスというテクニック自体が結構マニアックなので、まずこの練習をしたいんですけれども、人差し指で1、2、3、4弦の5フレットをまとめて押さえるじゃないですか。こんな感じ。で、この状態で弾けば、まあ、こんな音がするはずなんですけれども、右手の人差し指で17フレットを軽く触れます。3弦の17フレットですね。で、この軽く触れている状態で、親指でこうピッキングをすると。わかりますか？人差し指で3弦の17フレットを軽く触れておいて、親指でピッキング。これです。で、ピッキングした後、ずっと指を置いていると、すぐ音が止まってしまうので、鳴らしたらすぐ指を離すと。この辺は、ナチュラルハーモニクスと同じ感じです。で、その後に人差し指を軽く触れて親指で弾いたら、薬指で1弦を弾きます。ここ。こんな感じです。なんかすげえ簡単そうにやってますけども、初めてやるとこれすげえむずいと思います。そもそもこの音が鳴らせねえってなると思うんですけども、まあ、とても慣れの問題でございます。人差し指は動かさないというのが大事なところかもしれないですね。手ごとこうバーッと動かすんじゃなくて、人差し指は動かさずに、親指で頑張ってちっちゃくピッキングをすると。で、3弦弾いて、1弦薬指で弾いて、で、その次、人差し指は4弦の17フレットに行って、ハーモニクスを出して、で、薬指で2弦を弾くと。3弦、1弦、4弦、2弦。ちょっとこれだけでもなんか面白い響きですよね。なんかギターらしくないといいますか。まあ、こんな原理なわけでございます。で、その後にどうしようかな。ちょっとその前になんか理屈からいってみましょうか、理屈。12フレットハーモニクスってあるじゃないですか、ナチュラルハーモニクス。左手のその人差し指でこの12フレットを軽く触れて、こうポーンと。高い音を出す動作、まあ、何度かやったことあると思うんですけれども、開放に対して12フレットがハーモニクスポイントになるならば、1フレットを押さえているときは13フレットがハーモニクスポイントになるという理屈なんですよ。開放に対して12フレットがハーモニクスポイントならば、1フレットを押さえたときは13フレット、隣のフレットがハーモニクスポイントになる。で、左手が2フレットを押さえていたら14フレットがハーモニクスポイントになってっていう感じで、それぞれこう12フレット分上げたポジションを鳴らしていってるんですよね。こんな感じで。で、まあ、0フレットはもちろんその開放弦なので、その特にポジションとかないんですけれども、これが一周して12フレット、点が2つあるところ、ここがまあその0フレットと見立てていくと分かりやすいかなと思います。1、2、3フレットならば、1、2、3フレット、ここがハーモニクスポイントと、1、2、3、4、5、5フレットが左手を押さえているならば、1、2、3、4、5フレットがハーモニクスポイントになると。まあ、そんな感じで、こことここをリンクさせてみていくと、分かりやすくなるのかなという感じでしょうか。はい。
で、やり方としてはさっきも言った通り、まあ、こんな手順でございます。で、楽譜を見ていただくとわかるかと思うんですけれども、それぞれこのポジションを、コードを変えております。で、このコードが変わったら、そのコードに対してちゃんとハーモニクスポイントを変えて、17、16、17、16とハーモニクスポイントを変えていきます。で、その後に、こんなコードになるんですけども、右手はまた同じように、17、15、17、15と。ハーモニクスポイントを変えていくと。やってみましょうか。まず1つ目のコードは、1、2、3、4弦の5フレットをまとめてございますよね。で、その次、1弦から、5、4、5、4と押さえるフォームです。で、その次、3つ目が、5、3、5、3と押さえるフォーム。そして最後は、1弦から3、3、4、3というフォームです。で、これをハーモニクスを使っていって、こんな感じです。で、3段目から同じようなことをやっているんですけれども、この同時に鳴らすというテクニックを使って、手法を使って、なんていうことをやっています。やってみましょう。1つ目のコードが2弦から5、5、3、5、5、5、3、5というコードを使っています。で、ハーモニクスポイントが15フレット、4弦の15フレットと5弦の17フレット。これを同時に弾いていくと。2弦と4弦を同時に弾いて、3弦と5弦。で、その次は、2弦から言うとすると、3、2、3、2、3、2、3、2。で、またハーモニクスポイントをそれぞれに準じて、で、その次のコードは 2弦から言うと、3、4、2、3、3、4、2、3。で、その次は2弦から言うとすると、5、3、5、4。で、また5、5、3、5に行きまして、また2、3、2、3、2。で、途中でこのフォームをそのままブーッと3フレット持ち上げていって、コードを変えます。こんな感じです。どうでしょうか。その、バーバーバーっと喋っていくとちょっと早いでしょうか。最初はこう Dm9th ってコードなんですけれども、それに合わせてこのコードを鳴らすと。で、その次はこれ Bm7th flat 5かな。コードネームとしては Bm7th flat 5っぽいですけれども、でもどっちかっていうと G9th on B の方が解釈としては正しい感じですね。で、その次は C メジャーの、なんだこれは ?6 かな ?9th です。C メジャー9です。で、その次、C シャープディミニッシュ。こんな感じです。ちょっとこの右手の使い方がね、最初すごい難しいですよね。ちょっとなかなかこのハーモニクスがきれいに出ない方は、とりあえず最初のこれだけめっちゃ練習していただけると話が早くなってくるかなと思います。まあ、そこができて、そのハーモニクスを鳴らすことに慣れてくれば、この辺もコードのところも結構さささっとできると思いますので、ちょっと頑張って練習してみてください。で、最後。ちょっくら難しくなっちゃったんですけれども、左手がこんな C6 というコードを押さえるんですよ。C9 かな。
弦からいくとすると、3、3、2、2、3、3って感じのコードなんですよ。3、3、2、2、3、3。中指でこの2本の弦を押さえなきゃいけないんですよね。こんな感じ。で、このフォームができたら、もうずっとこのままです。右手で6弦、5弦、4弦を弾きます。で、ハーモニクス。で、6弦15フレット。で、3弦弾いて、5弦15フレット。で、2弦弾いて、4弦弾いて、1弦弾いて、3弦弾いてっていう感じで、この音階がどんどん上っていく様子を演出していきます。で、2弦、1弦と弾いて、最後にハーモニクスポイントを10フレットに持っていきます。こんな感じです。どうでしょうか、ハーモニクスを対応したコードワーク。ちょっくら難しいかなという感じですね。でも、まあ、この慣れですよ、慣れ。本当にこの人工ハーモニクスというものにね、どんだけ慣れるかという感じです。すげえこのこじんまり動かさなきゃいけないから、うわーってなると思うんですけども。でも、うまく出せるようになってくると、こんな感じで、なんかこのギターらしからぬ不思議サウンドを出すことができるので、ちょっと頑張って習得をしてみていただければと思います。最後、頑張って10。そんな感じです。頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。楽譜を用意しておりますので、よかったらこちらご活用してくださいませ。それでは、さようなら。